長徳常は、新末の外交官。署名は、則明。字は、在発。法天府鉄霊県出身の官軍旗畑人。1862年より、同文館で、外国語を学ぶ。1868年、元中心公社ンソンバーリンエーム率いる、施設団に通訳として加わり、イギリス、フランス、ベルギー、プロイセンなど10カ国を、歴訪した。帰国後に、 公開術期を表し、見聞を承実した。1870年、天津教案が発生すると、金佐大臣隆史奴が謝罪に赴いたが、この時も、通訳として随行し、パリコミューンを目撃している。1876年、新朝が、角かさみ等を初代中英講師に任命すると、蝶徳常も、ロンドンの公使館の通訳に任命された。 1887年、中毒講師、講一氏に従って、ベルリンの講師官の随員となった。1891年に帰国し、同文館の同窓の陳拓と共に、公書邸に英語を教授した。1896年、中英講師ら豊かろの参事間となった。1901年、中英講師に就任し、1905年に任期満了で帰国した。 蝶徳常は生涯で八回外国を訪問し、27年を外国で過ごした。その度に詳細な日記を残し、後悔術期、歳術期、八術期まである。1918年、病のため北京で死去。ありがとうございます。